大イピアラブです。エプスタイン島事件の少女がイギリス王室のアンドリュー王子を提訴したと BBC や共同通信など 世界中のメディアが報じております。少女は9日、損害賠償を求めて、アメリカ・ニューヨークの連邦裁判所に、アンドリュー王子を提訴した。 今回の提訴の決断は、軽々しく下したわけではない、として、王子は自らの行動に責任を負うべきだ、と声明を述べた。えー、この事件は、 アメリカの富豪、ジェフリー・エプスタインによる一連の事件、BBC と共同通信より引用させていただきました。こちらが イギリス王室のアンドリュー王子と16歳の時のバージニア・ロバーツさんになります。写真の家は少女のリクルーター役だったイスラエルの諜報機関 モサドの幹部を父に持ち、自身もアメリカ CIA のエージェントだったジスレイン・マクスウェルの家になります。ご視聴いただき、 ありがとうございました。チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。